深夜です。松坂屋です。大人のカトリアミュージックです。皆様こんばんは。日曜日の深夜いかがお過ごしでしょうか。カトリアミュージックのお時間がやってまいりました。この番組は昭和平成の時代に愛されてきたカトリアミュージックが予想を新たに令和の時代にお届けするデパートが発信する音楽情報番組です。お相手をさせていただくのは私ミスターデパートと私広報レディ、そして番組プロデューサーの原田実です。原田さん、広報レディ、そして私ミスターデパートという謎のメンバーでお届けするこの番組、リスナーの皆さんも謎は謎のままお楽しみいただきたいと思います。さて本日は大垣協立銀行ね、この地域では本当に有名な銀行ですけど、有名な銀行ですよね、はい、そこの常務取締役の土屋聡さんにお越しいただいておりますが、いろんな話をミスター聞いてみたいですね。そうですね、はい、深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。この番組は松坂屋名古屋店の提供でお送りします。入院したいのエレベーターガールです。毎度ご聴取いただきましてありがとうございます。カトレアミュージック。ラジオドラマとびきりエブリデイ、出演ミスターデパート、広報レディ、原田実、作 H ノブ、第82回、母の思い出。どうぞ。失礼します。あれ、花田さんいらっしゃったんですね。こんにちは。ああ、広報レディ、お疲れ様です。打ち合わせ中ですか。ええ、打ち合わせをしてたんですが、ちょうど今終わったところです。この後カトリアミュージックの収録なので、このままミスターデパートとお茶でもしようかなって言ってたとこなんですよ。なるほど、そうと聞いちゃ黙っておられません。私もお供します。美味しいガトーショコラを出すお店を最近知ったんですよ。いいですね。入ってくるなに何なんだ君は。何か用事があったんじゃないの。え、ああそうでしたそうでした。ですね、もうすぐ母の日じゃないですか。資料用にカトレアデパートの社員の母の思い出を聞いて回ってるんです。母の思い出。はい、そうです。それとお母さんにプレゼントしたいものも合わせて教えてください。ん？え、今？はい、今です。Now です。タイムイズマネーですよ。早く終わらせて、ガトーショコラ食べに行きましょう。思い出ね。ちなみに、私がパッと思いつくのは、こんなエピソードです。この前、帰省した時に、母がジグソーパズルを見せびらかしながら、ああ、もうほんと疲れた。これ本当は3年かかるのよ。1ヶ月で終わらせたけど、って自慢してきたんですけどね、ジグソーパズルの箱を見ると3イヤーズ3歳児よって書いてありました。それ面白いエピソードですね。うちの母はずっと眉間と股間を言い間違えますね。は？この間ね、帰省した際に PC で仕事をしたら、なんでそんなに股間にシワ寄せてるのって言われましたもん。いいですねいいですね。そういうエピソードないですか、ミスターデパートも。そうだなぁ。むしろ私の方が思いつきますよ。私の方が？それはどういうことだ？原田さん、ミスターデパートはこう見えてお母さん思いなんですよ。こう見えてってどういうことだよ。ミスターのお母様は成長してとっても偉くなったミスターを頼りにしているので、ことあるごとに電話をかけてこられます。そして電話の内容を盗み聞きしていると、贈り物の手配やレストランの予約を代わりに頼んでいらっしゃるような感じです。そんな時、会社では聞かないような優しい声をしているのが印象的なんです。盗み聞きするんじゃないよ。あとこういうこともありましたね。店内でミスターが一人佇んで誰かを待っている感じなんですね。私が声をかけると慌てたような感じで周りをキョロキョロ気にしだして、
まさか職場でよからぬ密会かと思ったんですが、そのまま盗み見していたらお母様が登場しました。一緒にお買い物をする約束をしていたんですね。なるほど。しかしあなた盗み見や盗み聞きばかりしているんですね。まあそれも仕事の一環ですからね。バカなこと言うんじゃないよ。君は探偵か何かか、まったく。でもそうか、そろそろ母の日ですもんね。僕も今年はカトレアデパートで何かを買ってお袋に送ってあげようかな。はい、ぜひそうしてください。ちなみに私は母の日弁当でも送ろうかなと考えてます。母の日弁当？はい、ちらし節やお肉やお魚の焼き物、旬のお野菜の煮物など豪華な母の日弁当がこの時期カトレアデパートでもたくさん販売されるんです。うちの母も最近はなかなか出歩かないので、今は食べることが楽しみなんですよね。たまには贅沢なお弁当を送るのもいいかなと思いまして。なるほどね。それを食べながらなんか一緒に話をするっていいですよね。そうなんです。で、ミスター何か思いつきました？思いつかない。というか、君にそんなに観察されてたのにびっくりして、頭が働かない。え、隠し通せたと思ってたんですか？私だけじゃなく、お母様思いのミスターデパートってカトレアデパートでは有名ですよ。何？そうなのか？男の人ってこういうところありますよね。お母さん思いの自分を隠そうとするというか。君それは偏見だろう。少なくともミスターデパートは隠してたんでしょ。ま、隠せてませんけど。別に隠してなんかない。ただ周りに吹聴するようなことでもないだろう。そりゃそうですけどね。ちなみに今年は何を贈られるか決まってるんですか？まあ食事にでも連れて行こうかなとは考えてる。あとはリクエストがあればそれを買ってあげようかなというぐらいだ。なるほど。まあミスターデパートらしいお答えですね。エピソードは固くなにおっしゃいませんけど、まあ昔聞いたあれでいいかな。昔聞いたあれ？あれとはなんだ？ミスターデパートが酔っ払って私に教えてくれたあの感動的なエピソードです。ちょ待ってくれ。覚えがないぞ。覚えがなくてもミスターデパートの口から聞いた立派なエピソードですので。どんなエピソードなんですか？これはまだミスターデパートが小さな頃の話です。当時ミスターデパートはまだお小遣いが少なく、お母様にカーネーションを買ってあげたかったのですが、それも叶わず野の花を取りに探検しに行こうと決意したところからこのお話は始まります。うわ、それ私が話したの？君に。はい、根掘り葉掘り聞きました。その探検で出会った謎のおじいさん、そして同い年の女の子と出会った見知らぬ空き地、野犬に追いかけられ登った木の上から見た景色、すべて完璧に描写できます。しなくていい。描写しなくていい。やめてくれ。やめてくれ。皆様ごきげんよう。うるわしの広報レディでございます。どれくらいうるわしいのかというと、とにかくうるわしいのでございます。今回このミスターデパートの話を披露するには少し時間が足りませんので、ここまでとさせていただきますが、ミスターデパートに限らずこういったエピソードは誰もが持つものでしょう。母の人は形式で言えば日頃の感謝の気持ちを込めて何かをプレゼントするという日です。私どもとしてはそのプレゼントをぜひカトレアデパートでお求めいただきたいところなのですが、できればご自分とお母様の思い出話なんかもその贈り物とともにお母様としてみてはいかがでしょうか。ラジオドラマとびきりエブリデイ、出演ミスターデパート役ミスターデパート、広報レディ役広報レディ、原田実役原田実、作 H ノブ、第82回母の思い出でした。
ショートラジオドラマ、とびきりエブリデイお聞きいただきました。とにかく笑顔のエレベーターガールです。次は、ようこそカトレアデパートへ参ります。カトレアミュージック。ようこそカトレアデパートへ。このコーナーは毎回ゲストをお迎えし、一緒にデパートやこの地方のことについてお話をしましょうというコーナーなんですが、本日はこの方をゲストとしてお迎えしています。大垣協立銀行常務取締役の土屋聡さんです。土屋さん、ようこそカトレアデパートへ。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それではまず土屋さんの簡単なプロフィールをご紹介いたします。はい、土屋さんは平成15年に立教大学経済学部を卒業され、その後金融機関を2社経て、平成26年に大垣協立銀行に入社されました。そして名古屋支店長を経て、令和1年常務取締役に就任されました。趣味はジョギング、キャンプ、靴磨き、野球観戦、ドラゴンズファンでいらっしゃるということです。これはですね、ジョギングとかキャンプとかっていうのは今ね、割と流行してますけれども、はい、靴磨きっていうのは、これまた、はい、今びっくりしました。はい、まあ、父も結構靴が好きっていう影響もあったのかもしれませんけど、まず革靴が好きっていうのも一つありますが、特に靴磨きは日曜日の夕方に憂鬱になる時間帯じゃないですか、はい、その時に靴をきれいにするとまた明日から頑張ろうって思うんで、もう本当にその時間に靴磨きをするのが僕の日課になってます。で、ね、大垣協立銀行といえば、まさにこれ聞いていただきたいんですけど、この曲僕聞きたかったんですよ。ね、このエリアでテレビ見てる人はみんな知ってますよね、これ、うん、ありがとうございます。で、何年この曲使って CM やられてるんですかね。まあ、10年以来はずっとこのをやっておりますし、まあ、ダンスコンテストをして、その優勝商品が CM の出場したことも合わせてずっとやっております。そうですよね、この CM とともにご子ファンたちがよくテレビで踊ってらっしゃいますよね。そうです。誰が喜ぶかって親が一番喜ぶんですね。あ、そうですよね、はい、そして今フルバージョンがバックで流れてるんですけれども、はい、歌ってらっしゃる歌手の方が、さっき聞いたんですけど、すごい方でした。鬼滅の刃の、禰豆子の声をやっております、ね、木戸あかりさんに最新バージョンは歌っていただいております。ね、すごいですよね。そしてこの曲は大垣協立銀行さんの YouTube で聴、いていただけるということです、はい、そしてミスターが聞きたいことがあったそうですけれども、はい、大垣協立銀行さんではですね、この脱銀行っていうのを掲げてらっしゃって、その象徴として OKB ブランドっていうのがあるじゃないですか、これちょっと教えていただいてもよろしいですか。まあ、銀行、まあ、今皆さんもご承知の通り、なかなか金利が厳しい状況なので、まあ、その危機感もあるんですけども、まあ、銀行から脱却していくと、ということで、この OKB ブランドはその象徴となっております。この OKB、 例えばチョコレートとか、OKB ストリートとか、OKB 農場とか、そういったものを今カウントしておりまして、まあ、その数は約190に上ります。なるほどね。さっきお聞きしたんですけど、地元のメーカーさんと一緒にやってる商品もたくさんあるっていうね、はい、に例えば OKB チョコレート、これは地元のケーキ屋さんに作っていただいて、それを OKB チョコレートとして、OKB ショップで、大垣の本店の近くに、OKB ストリートの中に OKB ショップというものがございます。まさに地域貢献ですよね。そうですね、まあ、そこも空き家になったりとか、そういったところを借りてやっておりますので、そういったところからも商店街の火を消さないと、そういったことも考えてやっております。ミスターの、デパートも地域に対していろんなことをやってらっしゃるじゃないですかね。本当に我々は地域貢献ということやね、そのいろんな商品をこういろいろお客様にご紹介することはしますけども、これを銀行さんがやってるってとこすごいですよね。面白いですよね。開発からされてるっていうのがもうびっくりしました。これ日本でも珍しいですよね、きっとね。そうですね、ブランドをこうカウントしてるっていうのは銀行の中では他にはいないと思います、ね、はい。
面白いですね。ね、OKB さんってね、本当に昔からチャレンジングって言ったらいいんですか、その業界初みたいなことをたくさんやってらっしゃいますよね、はい、ありがとうございます。あのドライブスルーもそうですよね。そうですね、ドライブスルーの店舗とかコンビニ風の店舗とか、そういったものもやっております。店としては、はい、ね、だから銀行なのに、うん、当行と言わずに、うん、当社という、はい、あ、当社、あ、自分の、はい、あ、会社ね、銀行、そうですね、はいはい、銀行から脱するにあたって、うん、まあ、会社ですから当社というふうにして、文字通りもあれです、定款からすべてそういう当行っていう言葉を消し去りました。あの脱銀行っていうこの掲げたきっかけっていうのはどこにあったんですかね。はい、やっぱり危機感から生まれてきています。でやっぱり銀行はサービス業だっていうことを前の頭取は言って、銀行は変えていこうといったマインドが生まれてましたんで、やっぱり銀行ってやっぱりネットワークや信頼はまだありますので、そういったものをベースに違うことをやっていこうと。僕すごくあの素人考えなんだけど、銀行っていうのはあのコンサルでもあるというような気がしてて、はい、メーカーさんと一緒に何かを作るとその企業のことが分かるから、こうなんか コンサルができるとか、そういう多分将来的な絵もあるのかもしれませんね、はい、きっとね。例えば農場なんかも、うん、まあ、やってるわけですけども、うん、実際に田んぼを借りて畑を借りてこうやっていくわけですけど、そうするとやっぱり農業に対する知見もどんどん高まっていきますんで、うん、そうするとお客さんが農業をやりたいとか6次産業化したいとか、そういったことのニーズに身をもって事業をやってますから、より生のこうリアルなアドバイスができたりといったこともできるようになってますね。これあのデパートと のコラボっていうのきっとあるんですよね、今後ね。ね、あの、うん、本当に百貨店ももう危機感ありありでね、いろんな新しい、暮らしの新しい発明って言って、でただ我々今までのチャンネルしか持ってないわけですよ。で本当はもっと新しいものっていろんなところにあって、でこれいろんな人に知ってもらいたいっていう、そういう思いの方がいらっしゃると思うんですけど、なかなか声をかけていただけないんでね、そこにあの逆に大垣織さんみたいな、その要はその企業を支援してるところが ねご紹介いただければウィンウィンですよねっていうふうになると思います、うん、しかしあの経済番組みたいになってきましたけどこれ経済番組じゃないんですか。しかしあの盛り上がってもね、なかなか時間がね、ぜひねもう少しミスター聞きたいですよね、お話ね。そうですよね、うん、ですからあのぜひ来週も来ていただけますでしょうか。いいとも。そういう番組でしたっけ。そういう番組でございます。音楽番組です。はい、はい、本日のゲストは大垣共立銀行常務取締役の土屋聡さんでした。土屋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ウィンシュタインのエレベーターガールです。次は55広報ガールへ参ります。アトレアミュージック、55広報ガール、いよいよですね、初夏の北海道物産展が28日水曜日から始まります。なるほど。1週目のおすすめは、はい、たっぷりの利尻昆布から出汁を取った、うん、利尻島にあるラーメン店ミラックの醤油ラーメンですとか、はい、うん、あと同じく利尻昆布出汁のスープカレーがイートインで登場するんですよ。今なかなか北海道に行くことはできないんで、これぜひ行きたいですね。そうなんです、はい、しかも利尻島って札幌からもまあまあ遠いですからね。まあまあ遠いです、まあまあ遠いです、本当にね、なかなか行けないので、はい、うん、そんなもう北海道全域のものをお楽しみいただける物産展なんですが、うん、その他には、はい、レディーローマプラスのメイクインとホワイトチョコを使った白いプリンですとか、はい、あとチャコのフループ牛乳など今回初出品する商品も盛りだくさんでご用意しております。僕は北海道通なんですが、なかなかチャコって知らないから行ってみたいですね、ぜひね。そうですね、うん、やっぱり定番ばかりではなくて、ね、あの定番もちろんあるんですけど、はいはい、新しいものもどんどん出品しております、はい、さらに今回はテレビでもおなじみの大丸松坂屋名物バイヤー本田大輔というものがいるんですけれども、はい、有名ですね、はい、そのものが出演する、ライブコマースも会場からお届けします、うん、ライブコマースは28日水曜日の夜7時45分から、インターネットで配信させていただきますので、松坂屋名古屋店のホームページをぜひチェックしてみてください、本日は、4月28日から始まります北海道物産展についてお話をいただきました。ウィンシュタインのエレベーターガールです。皆様、本日はお聞きいただきまして誠にありがとうございます。またのご聴取をお待ちいたしております。アトレアミュージック。
て、そろそろお別れの時間になってきました。今日もですね、たくさんメッセージが来ております。トヨタの元営業マンケンジさんという方なんですが、森合アナの登場とカトレアの最終回の音源には感動しました。さらに丸山蘭奈さんの登場、懐かしくてもう感動です。もう神回です。カトレアに携わった方たくさんね、登場を期待しておりますっていうんですが、これからも楽しみですということですが、いろんな方をね、ミスター出ていただきたいと思いますけれども、はい、いろんな元アナウンサーの方に、ぜひゲストで出ていただきたいなと思ってますので、はい、CBC ラジオさんよろしくお願いいたしますそうきますか。はい、このようにですね、たくさんのメッセージをお待ちしております。はい、この番組ではお便りを募集しています。おはがきの方は郵便番号 460-8405 CBC ラジオ大人のカトレアミュージック宛てまで、メールは CBC ラジオのホームページからお送りいただけます。時間の許す限りご紹介いたします。またツイッターでもメッセージをお待ちしております。ハッシュタグカトレアミュージックをつけてどんどんつぶやいてくださいね。この、番組のプロデューサーの特権で今からすぐ松坂さんに行きたいと思いますが、残念ながら今いらっしゃってもう閉まっています。開店は明日の10時ですのでよろしくどうぞ。そして北海道物産展は28日水曜日からとなりますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは次の日曜深夜0時半にお会いしましょう。お相手はミスターデパートと広報レディと原田実でした。じゃあいきますよ、せーの。生活と文化を結ぶ松坂屋、おやすみなさい。深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。この番組は松坂屋名古屋店の提供でお送りしました。